北見の作るその車はまるで苦労しく身をよじるように走るという。それは同時に誰も乗りこなせないマシンだった。逃がさない。私は彼の Z の前を走りたいわけじゃない。ついていけたら、そう、どこまでもこの Z についていけたらそれでいいの。不思議な気分だ。すっかり足を洗ったはずの俺がまた車を組むなんて。全てはあの Z のせい。お前のせいで俺はまたこの世界に戻ってきた。大丈夫か？大丈夫ですよ。
して。アルカ。レイナ。秋川レイナですよ、タレントの。平本さん、追って。無理だな。後ろから追い上げてきた時から違う。波のあるじゃないな。早いぞあれ。大丈夫、今ブースを 1.5 に上げるから。やめろ、空燃費が取れていない。平気平気、追って早く。いける、追い上げてますよ平本さん。実馬力で500ぐらいか、あのある。悪い、つい熱くなっちまった。いいですよ。腰下までは行ってないだろう。ヘッドオーバーホールだけで済むはずだ。このスピードで追い上げてくる。早い。あのブラックバードなら追ってくるはず。どうした平本。後ろからすごい勢いで1台来る。 Z31 か。 Z31? 250のクルーズをぐんぐん追い上げてきた Z31 がいたんです。原田。原田か。平本さん、ついてこれますか。ここから。わかん、本当にあれが VC エンジンなのか。来た。何度この瞬間を夢見たことか。その時が来れば、俺はもっと自分を見失うと思っていた。俺は今、恐ろしく冷静だ。見てくれ、俺が作った本物の竜だ。俺の全てを引き換えにしたあれだ。さあ見てくれ、この最高のあるを。私たちの子供との幸せよりも車の方が。幸せのカードを捨て、走りと車というカードを選んだんだ。よし、蹴りをつけようぜ。どっちが速いんだ。俺はそれだけが知りたいんだ。320キロオーバーのトライを待っているんだ。一般車がばらける。オールクリアは近い。
まず湾岸を横浜方面に降りていこう。海底トンネルまで250キロでスラローム、100キロで走る一般車を右に左にパスして、大井のコーナーを端から端まで目いっぱい3車線使って、立ち上がりで280キロ。この加速だ。この加速が続くんだ。一気に突き放す。もう Z は追いつけない。バカな。出る。 Z が前に。羽田トンネル、ジャスト300キロ。 Z はまっすぐ矢のように走る。巨大な力で地面に押さえつけられたスタビリティ、踏む気にさせるボディじゃない、本当に踏めるボディだ。このスピードでさらに前に。そして翼橋、一気に330キロオーバーだ。こういう車がいる。この場所にはこういう車がいるんだ。これだけなんだ。この場所だけが俺の求める全てなんだ。大井から環状に戻るわ、ブラックバード。ついていくしかねえだろう。そうすりゃ間違いなく会えるよ。これ以上の幸せがどこにある。悪魔の Z、 そしてブラックバード、共に来た道中。行かせろ。え、同じ R だからって張り合うの。向こうの R の方が上だって言うの。どっちが上かなんて関係ねえ。俺たちは今夜ただの観客だ。事実をきっちり見届けるだけよ。それに同じ R ノリでもお前とやつとじゃ全然違うしな。私が女だから。それだけじゃない、いろいろなこと全てだ。散々打ちのめされ、もう十分分かっていたくせに、 R を手に入れ、やつは再び走り出してしまった。それを得るため何を失うか選ぶのはいつも自分自身だ。気づかなかったなんて通用しない。失おうとしているものがお前とは全然違うのよ。狭い。環状線がこんなに狭いと思ったのは初めてだ。息苦しい。連れて行ってくれ。早くあの場所へ。あの最高速ステージ。本当にこれで最後だ。今夜全てのケリをつける。すぐに朝の車が動き出す。ほんの30分で流れはガラリと変わる。常識外れの時間帯の終わりだ。あと30分、残されたトライは一度きり。葛西から湾岸ベイブリッジまで33キロ、最後の湾岸トライだ。320キロオーバーへ。
流れの中で。無理だ平本、あまりにもリスキーすぎる。距離にして約1キロ、280から一気に320キロへの加速。三車線、二つを塞ぐトラック。クリアできるのは一台きり。ここからの加速が本当の速さ。一番速い一台だけがクリアできる。誰が一番速いんだ。昔よく俺に言ってくれたよな、お前。ほんの少しでも迷ったら。7000回転、いつも通りメーター読みで320キロ。こっちは間違いなく最高のコンディションなのに、無理だ。